すする TV。 ずるずる、どうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、先日私すする山形県の方に遠征してきまして、今回なぜ行ったかと言いますと、山形県のローカルテレビ局山形テレビさんの番組である山形ラーメン最前線のロケをしてきたからです。こちらの番組は山形県内のみの放送で、1月20日の夜7時から山形テレビで放送されますので、ぜひ山形県民の方ご覧ください。お願いします。今回はラーメン官僚ことカズアッキーさんと、ラーメン女子代表森本さと子さん、そして僕を入れた3人が自分たちで食べ歩きのコースを決めて、それぞれが好きなラーメン屋さんを回るという番組になっております。山形県民の方にはぜひご覧いただきたいんですけども、そうでない方は番組を見ることができないので、すする TV では僕が食べた珠玉の山形のラーメンたちをご覧いただきたいと思います。山形県はね、正直今まであまり惚れていなかったので、僕のコースは結構有名なお店が多い構成となってます。もし今回の動画を見て気になるお店がありましたら、ぜひ山形へ行った際にお気に入りのお店に足を運んでいただければとても嬉しいです。それでは早速最初のお店、福吉さんに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、まずは1軒目の福吉さん、注文制です。つけ麺の中をお願いしました。共演者の方々とお話ししていると、早速やってきました。こちらが福吉さんのつけ麺中です。縮れた麺が食欲をそそり、つけ汁もシンプルにうまそう。それではいただきます。さあ、まずはオンリー麺すすり。ピロピロしつつ歯ごたえも残った特徴的な麺で、この時点でうまーい。では続いて早速麺をつけ汁へとくぐらせて、はい、すするーもらーん。地味深い醤油味に酸味とピリ辛な風味もあるオールドスタイルなあっさりテイストのつけ汁。安定感と安心感を持ち合わせていて、わかめの磯感も優しい旨味をプラスしてくれます。てな感じで、チャーシューもとろける脂身が美味しい秀逸なやつで、再びピロピロなすすり心地と地味深い味わいを堪能していると、1軒目の福吉さん完食です。さあ、2軒目は山台前大和屋さん、食券制です。こちらでは中華そばをプッシュしました。このお店では米沢ラーメンがいただけるそうです。というわけで、こちらが大和屋さんの中華そばです。しっかりと醤油色をしたスープとたっぷりなメンマ、これまたすするのが楽しみなビジュアルです。さあ、まずはスープを一口。ねねーん、醤油のキレと油のコク、そしてニンニクのパンチが効いた美味しいスープ。味わいはあっさりですが、油のおかげでこってり感もあります。ではお次に麺とご対面して、せーのですする。うらーん、麺は米沢らしい縮れた手打ち麺で、スープとの絡みも良好。すすり心地はライトなので、どんどんと体にトリプルスリーなスープも取り込むことができます。というわけで、ノスタルジーな肉質きっしり系のチャーシューもこのラーメンには絶妙にマッチ。たっぷりなメンマだって負けてはいませんよ。てな感じで、最後まで下ったりすすったりしている間に、大和屋さんの中華そばも完食です。さあ、3軒目はそばの店平野さん、注文制です。こちらでも中華そばをお願いしました。山形のラーメンらしい落ち着いたビジュアルはもはや安心材料、これじゃなきゃ始まりません。それではまずスープを飲んでみましょう。すはーん、あっさりな口当たりではありますが、醤油のキレは抜群で、鶏の出汁感も上々な美味しいスープ。そりゃ東京事変の初代ギターやエレカシのサポートも務めますよ。さあ、お次に麺をリフトして1、2のすする。もがーん、縮れによるスープの持ち上げはもちろん、すすり心地もいいナイスな麺。この辺りの安定感はさすがだなと感心しつつ、勢いよくどんどんすすっていきます。さて、スープにはデフォで胡椒も入っており、刺激的な一面も持ち合わせていることをお伝えしながら、肉質しっかりなチャーシューも一口で食らっちゃいます。てなわけで、海苔の磯感にもパワーをもらいながら、終始ハイスピードですすりまくって、可愛いナルトも食らえば、平間さんの中華そばも完食です。さあ、4軒目は熊文さん、味のある外観です。注文したのはまたもや中華そば、食べ比べって楽しいよね。というわけで、こちらが熊文さんの中華そばです。スープにネギがこうたくさん浮いてるのが結構特徴的かなと思います。早速いただきます。あ、うまっ。あ、いいっすね、落ち着かですね、ほんとほんのり甘みもあって
甘みの後にこうキリッとね、だしとこの醤油の味が来る感じ でネギのこのねシャクシャクとした食感もいいですね。では次に麺をすすってみましょう。あ、すごい、この麺うまいね。今日で一番好きかもしれないですね。ちゃんとこうコシがあるというか張りがあるのかな、なんだろうこの麺うまい。そんな感想も飛び出しながら、豚骨と鶏の出汁が優しく効いたスープとうまうま麺の相性を楽しんでいきます。さあ今度はメンマ。メンマもこう臭みなくて歯ごたえがしっかりしててすげえうまいですね。チャーシューはどうですか。お、チャーシューうまいっすね。なんか肉肉しさを残しつつでもちゃんとジューシーで柔らかいみたいな、めっちゃいい、うまってな感じで、冒頭でも言ったようにネギのシャキシャキ感もいいアクセントとなって、ナルトで締めたらくまぶんさんの中華そばも完食です。はい、というわけでね、3軒目4軒目と食べてきまして、5軒目まで来ました。5軒目がですね、山形でも非常に人気そして有名なお店、まあ後ろにもう見えてるんですけど、赤湯ラーメン龍上海の本店に来ました。まあ、山形で一番の知名度を誇ると言っても、まあ、過言ではないくらいすごく有名なお店で、カップ麺とかそしてあのお土産のね箱に入ってる麺とかにもなってるくらい、山形の南側をね代表するお店ですね。にもかかわらず僕はすすったことがなかったので、今日という日は非常に楽しみにしてきました。早速レッツゴー。ラストです。どうも。あ、どうも。すいません。どうぞ。ありがとうございます。撮影会って撮影しながらテレビも撮影してるけど、同時に自分のやつもやってんだね。そうですね、同時に。スル君何杯目ここで。僕今5杯目です。5杯目、はい、これで5杯目。まず言ったらやっぱりリュウシャンハン食べてほしい。うん、そうですね、やっぱそうです。ここ食べたことあります。僕リュウシャンハン食べたことないんですよ。お、これは嬉しいね。初めてなので。初めてということで、ぜひぜひ。結構パンチあると思うけど、5杯目でね。あ、本当ですか。うん、非常にもうすごく楽しみにしてきたお店だったんで、僕リュウシャンハン。ちなみにこれ会にね動画上げるとどれぐらいの再生数になるんですか。おすごい、まあ、平均で大体12-13万回とか。やってまーす、ラストでーす。12-13万。赤いです。ラーメン来てまーす。すするくんと仲良しでーす。12-13万ぐらいですね、平均すると。僕、はい、YouTube 3件いいねがやめた方がいい。じゃあちょっとあの、うん、邪魔しないようにするんで一緒に。あ、ぜひぜひ。はい、行きましょう。じゃあ行ってみようか。じゃあ行きましょう。はい、何を行きましょう。やっぱこの赤湯辛味噌ラーメンじゃないですか、うん、これですよね、はい、右上、はい、これがやっぱねその山形っていうか龍上海ならではですよ。うん、これやっぱ食べてほしい、うん、初めてだったね。ですよね、うん、苦労する点ってあります、そのラーメンの YouTube っていうもの。たくさんラーメンで食べれば食べるほど、うん、なんかラーメンの奥深さを伝えたくなるんですけど、うんうんうん、やっぱ動画を見てる人たちって意外ともっとライトにラーメンを食べたい人が多い。うんうん、そうかもしれない。できるだけこう一般の人に分かるように、はいはいはい、分かりやすいように伝えるのはすごく。なるほどね、はい、奥にある味よりもこうちゃんとファーストに感じたものを伝えて。なー、なるほど。いや、もうやっぱさ、ファーストで言うと熱いとかね。いや、バカなんかってなる。味を茹でて味とかから芯は分かってる。俺最初に言っちゃうの熱いって言っちゃうの。いや、それダメなんだ。それダメなんだ。辛味噌ラーメン、はい、これ真ん中に乗ってるぼっちが辛味噌。この味噌に辛いのと、まあ、ちょっとニンニク。これ山形のこのラーメンで有名なのこの青のり。あ、かかってますね、確かに。これがね、すごい香りがいいんですよ、うん、まだ食べないでください。10秒もらえますんでね。こっちがね、一応ほら今日初めて龍上海来られたっていうので、はい、ちゃんとね、あの普通のシンプルなラーメンもわちゃんと味わえるように。ありがとうございます。すごい、この赤湯ラーメン頼ましてもらいました。ありがとうございます。これだけ宣伝していただいてるんです。あ、いいですね。ではいただきます。いただきます。シンプルに最初普通に食べてみた方がいいんじゃないですか。普通にもうスープと麺に食ってみて。いただきます。お、超パワフルですね。そうなんですよ。パンチがあるんですよ。なんてあのストロングスタイルというかね。その新日本プロレスみたいな。もう真っ向勝負ですよ。いや、すごいパンチあるでしょ。うわ、あ、でもうまいっすね。うまいんだよ、うん、これ、何味なのかな。味噌や。味噌辛味噌言うてんねんから。結構ね、この表面の油というか、うんうんうん、液体の油でコクが出てるというか、うん、あ、なるほど。かなりパンチありますよ、これね。そうなんだよね。うん、麺もちもちですね。そうなんですよ、これ、うん、うまいでしょ。
これでもパンチあるじゃないですか、はい、この赤味噌溶いたら冗談でしょってぐらいパンチ増えますから。おお、味噌を、はい、この全部抜けん、全部じゃない、全部じゃない、全部じゃない、ちょっとずつね、ちょっとずつ。それだったらもうこの場で溶かしなっていう。確かにこんぐらいでいいですか。結構それだとね、パンチ効いてますよ。あ、まあ、もうちょっと抑えめにしましょう、うん、じゃあこんぐらいちょっと溶かしてまして、これちょっとまず飲んでみた方がいいですか。全然飲んでみよう。いただきます。ほんとだ、めっちゃニンニクの匂いが。そうなんですよ、そこなんだよね。おお、すごいパンチありますね。すごい。そう、結構その辛いし、ちゃんと辛いし、うん、辛い、ニンニクもうまいし。うわ、すごいなこれ。癖になっちゃうね。あー、うまっ。ガツンとくるでしょ。いいですね、うん、すごい。いちじりとは思えない、ガツンじゃね。どういうことですか。ちょっと古かったな、タバコの CM に。タバコで例える人やばいな。結構ガッツリ絡ます、うん、うんうん、いいわ。あー、うまっ。なんかやっぱ溶かすとすごいですね、うん、素の状態のを味わってからこその、うん、そうです、良さがありますね。嬉しいこと言う、うん、味が下げ的に ね、いろいろ可愛いからおじさんずっと見てられるわ。いや、可愛いぞお前今。前はね。これ今パンチ効いてるの食べてもらったじゃないですか、はい、で、こっちのこれが赤湯ラーメンっていうやつをね。いいですか。シンプル赤湯ラーメンだね。あ、すごい正統派な。正統派のね。やっぱり結構油がちゃんとこう効いてるとか、うんうんうん、分かりますね、うん、うん、おっさりかと思いきやこっちも結構そう、ちゃんと味ね、しっかりしてるわ、うんうんうん、このチャンネル夜中見ちゃうときついな。めっちゃ食いたくなるな。めっちゃ食いたくなるな、これは。どうです、初めて食べてみて。なんか想像と全然違いましたね。もっと、うん、まあ言い方ですけど普通だと思ったんですよ、うんうんうん、普通な感じだと思ったんですよ、うん、全然パンチもすげえ強いし。そこ、辛味噌っていうのはね、うん、山形の発明、龍上海さんのは発明ですから、うん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 、やっぱ一回溶かすともう溶かしちゃうんだよね。一発目はうまいんだけど。何やろうな、この魅力は。久々に普通の赤湯ラーメン食べましたけど、やっぱりこっちはこっちでお醤油ベースで美味しいな。良さありますね。この青さの感じ、珍しくないですか。珍しいよね、この香りでやられたの。こっち行く。せーの、はい、ありがとうございます。いい意味で薄さ。というわけで、楽しくお話しさせていただきながら、リュウシャンハイさんも完食です。3人で美味しくいただきました、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。さあ、ラストのお店はコテツさんの塩ラーメン。酒節を使った珍しいラーメンで、キリリと塩だれも効いてます。自家製の中細ストレート麺は滑らかかつもちもちとした食感で、糸唐辛子のピリ辛なアクセントも感じつつ、さらっと完食です。それではごそれ。はい、というわけで動画をご覧いただき本当にありがとうございます。というわけでね、1日目は6店舗回らせていただきました。まあ、6店舗食べてみての感想は、やっぱこう山形県のラーメンってね、すごく安定感があるなといった印象で、特別パンチがめっちゃ強いってわけじゃないんですけども、じんわりとこう染み渡るような美味しさがあるラーメンが多くて、山形県って人口に対する年間のラーメンの消費量が日本で一番多いと言われてる県ですので、日常的に食べられそうなラーメンがね、すごく多かったなと思いましたね。今回は1泊2日の山形旅となってますんで、2日目の動画ね、1月19日オンエアの前日にまた公開したいと思います。後半の方もぜひお楽しみにしていただけたら嬉しいです。それではまた明日の動画でお会いしましょう。ごっそり。